イチロー VS 松井秀喜、打撃だけなら松井に分配。オールドスタッツ以外にもいろんな指標が見れるようになったから、松井の打撃の凄さが改めて知れ渡られたのが良かったわ。イチローは打率高くて200本以上安打打ってるから、ホームラン打ちまくってる松井よりすごいみたいな印象で語るアホがめちゃくちゃ多かったからな。当時は別にイチローを下げてるわけやないからな。守備指標やウォーとか見たら良い選手であることは間違いない。ただただ打撃に関しては圧倒的に松井の方が上ってだけ。通算 WRC 足すイチロー104、松井秀喜119。イチロー VS 松井秀喜は守備走塁ならイチローで、打撃なら松井の干渉という総意に落ち着いたわ。以上、異論はないよな。イチローは完全に衰えてからもしばらくやってたからな。それ通算じゃなくて平均でしょ。イチローの方が WRC 足す高い年もあるのに干渉はないでしょ。2001、2010年の通算 WRC 足す125、松井52、117、イチロー115位。同時期同リーグだから比較しやすいけど、打撃は明確に松井が上。 WBC に松井もいてほしかったわ。 WBC 松井は本当に見たかったわ。イチローは評論家には賛否いろいろ言われたが、選手間の評価はかけるなしに高かった。一緒にしては悪いが、ボンズもそうだった。松井のウォーって2004年 5.0 とかは立派だけど、2006年 0.8 とか2008年 1.1 とかの低い年はこんなに低いのかと結構衝撃だわ。松井は膝をやって守れなくなってから徹底的に価値が下がったと思う。守備は上手くはなかったけど堅実で、毎試合出られる鉄人というところがポイント高かった。松井は DH 戦として見ると打撃は物足りなかったんよね。イチローは必死こいてアンダー打っても松井と同程度の出塁率で、岩村井口よりちょっと上の出塁率出せるって程度のヒッターやった。それどころか通算で見たら、イチロー出塁率355、松井秀喜出塁率360で、松井の方が上というね。松井も大谷レベルの打撃があればいいんだが、大谷以下の打撃で守備走塁のできるイチローと比べたらね。松井はライナス戦のホームランが一番評価するところやろう。ドーム看板に勢いそのまま出るとかおかしいわ。守備走塁は圧倒的にイチローだけど、打撃はちょっと X にくらい松井が上って感じなのか。それだとイチローの方がすごくね。いや、だから総合的にはイチローだってば。どちらかというと松井は好きだけど、イチローと座格が違いすぎる。管理人のつぶやき。まあ、イチローさんと松井さんは打者としてのタイプが違いますからね。だからこそメジャーの指標を使って打撃だけでも何としてでも比較して勝ち誇っている松井信者さんのスレを紹介しました。でも出塁率が松井さんの方が高いのは意外でしたね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。